ジオです。はい、今回のディープスポット旅は山口県の下関に来ております。こちら三門グリーンモール。下関っていうのはもう東アジアの玄関口やねん。そこに下関港っていうのあんねんけど、もうそこから7時45分のフェリー乗ったら朝には山に着くことができる。コロナじゃなかったらもう今行ってますよ。パッて行ってもらうぐらいのグリーンモール、韓国街みたいになってるけど、結構島根見てここから見ても多い感じやけど、ここで釜山食堂ってとこオン使えたけど、料理店、韓国の食堂みたいなのもいっぱいあるらしい。でもうここ下関の駅やねん。ほら下関の駅の前におんねんけど、ここから徒歩20分になんと国内最大級の朝鮮部落があるんです。地元民の人とかでもおよそ者は行ったら絶対あかん、何されるかわからんし、袋叩きにされたっていう逸話があったり、夜は絶対出歩いたか、家族とかでも子供とかに高校生以上にならないとその辺はもう歩いたあかんみたいな、近くは歩いてもあかんって言われるぐらいの朝鮮部落があって、ここから近いトングルトンネっていう場所で、トングルトンネって韓国語で日本語に直訳したらクソの村。ここも歩いて20分行ってみたいと思います。レッツゴー。チッ三国道もう使えるってほんまなんかな、それエグいな。でも結構なんか伝えてるな。うん、あと人通りも少ないな。少ないですね。ディープスポット感っていうのはまだ全然漂ってないけど、うん、下関は韓国の玄関口で、戦前から多くの朝鮮人が住んでました。戦後下関には1万人を超える朝鮮人が住んでたそうで、下関港や駅のあたり、そしてこの近くの山の上に朝鮮集落ができていたそうです。急に時代古なったな。うん、めっちゃ静か。人がおらんくなったな。うん、そうとかすごい、これバラックみたいなのがめっちゃ多くなってくるから、うん、この辺って神田町っていうとこと、東神田町、西神田町、中央町っていうこの4つがある場所やねんけど、あ、これこの西神田町、うん、この4つら辺の地域がトングルトンネって言われてるとこやねんけど、もともとそこって大坪っていうとこやってん。それが1969年に4つに分離したん。旧大坪っていう町やったから、だから大坪トンネとも言われてんやん。そこに、まあ、火葬場やったりとか刑務所とかがあって、そこに朝鮮人とかもめちゃくちゃ住んでたらしいんや。だから差別されてた部落らしいねん。ちょっとどんどん入っていこう。うん、味あるな。こういうの好きやわ。ぽいぽい。すいません、散歩してます。この辺昔あれですよね、韓国の人らとかよう住んでたんですよね。そうだよ、俺行ってな。知らんね。今日天気良くていいですね。あー、そうね。気持ちいい。気持ちいいですね。らしいです。人一人が通るんがやっとぐらいの、バラックとかを無理やり建てたりしようから、今もう風になって耐震性も全然良くないから、この路地裏とかめちゃくちゃあるから、夜やったら完全に迷うし、迷路やで。確かにこれ高校入らない行ったらあかんって言われるの分かる。誰も住めないから分かんないけど、犬小屋もバラックやん。下関市は山口県の最西部に位置していて、戦前連絡船の発着地であり、多くの朝鮮人が釜山と下関を行き来してました。山口に在日朝鮮人が多い理由は、ここで足止めになった人たちがいたからです。日本は戦争に負けた時、韓国に引き上げようとした人たちが下関に多く集まりました。しかし朝鮮戦争勃発で足止めとなって、そのままここに居ついて住むようになりました。朝鮮戦争から逃げるために下関まで渡ってきた人も多くいたそうです。先ほども話したように、終戦後の GHQ の帰還事業で下関駅には1万人を超える朝鮮人が集結。しかし下関港水域は米軍の投下した水中爆弾や沈没船が多く危険であったため、連絡船は動いておらず、そこで待機しているうちにお金を使い果たした人たち、朝鮮半島の不安定な状況を案じた人たちが帰国を諦め、再度日本各地へ引き返して戻っていったことで、全国で朝鮮人の不法占拠問題が巻き起こりました。なんでトングルトンネクソの村って言われてるかって言ったら、ここで丘になってるやん、うん、高台みたいになってるやん、うんうん、その斜面になんかバーってこういうバラックがいっぱい建ってるんだけど、うん、昔はトイレなかったらしいんですよ。生きんのに必死やって、こうやってバラック建てて生活環境を整えるんだけに必死やって、山頂高台の方に豚小屋があったらしくて、小屋から流れてくる糞とか、あとはトイレないからみんなこういう横道とかで残そうしてたらしい、うんうん、それをこう埋めてたらしい。だからもうクソの村って言われてたらしくて、そういうのもあってこう差別扱いされてきたらしくて、地層やな、うん、こんな
今にも誰も住んでないよ。ここ東神田町に朝鮮戦争当時に流れてきた多くの避難民たちがこういう簡素なバラックの宿を建てて住居を作ったのが大坪トンネルの始まりで、トングルトンネルの始まりやったみたいで、昭和3年頃に行き場のない朝鮮人とかを救済してここに収容させたらしい。それは朝鮮人が戦争して日韓併合した時に教師解明とか日本人化させる目的で行われた内戦融和の運動やったらしくて、そっからどん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 朝鮮人たちがここに住むようになって、だから今もこうバラックの名残とか古いなってすごい多いな、うん、劣化がすごいな、うん、たまに大丈夫な音が聞こえる、聞こえるっすね、なんか臭いっすよこの辺、あれかな、当時だって豚小屋の糞とかは絶対残ってないやん、うん、確かに時代感じる、なんかラジオみたいな流れてる、流れてる、多分年配の方しか住んでないんやろな、うん、でも全然人見てないな、うん、このおじいちゃんぐらいで、あの家やな、やばい音楽流れてる、うわ、ほんまや、うん、下水がなかったから井戸から水くんね、バラックとバラックの間に普通の家たまにあるな、うん、で、そこに一つ住んでたやつ、うん、建て直したんかな、だろうな、うん、街灯とか一個もないから俺真っ暗だな、うん、そ当時のまんまずっと放置されてる感じ、うん、これ崩れそうやな、うん、崩れそう、いや、あれエグい、一番端、うん、夜多分怖いやろな、夜絶対怖い、人が来たら、うん、こんななんか静かやな、ね、なんかラジオだけ遠くから聞こえるここが神田公園やな、うん、もう一人も遊んでる一応公園って名目上置いてるのなんかイメージアップのためなんかな、いや、からもともと仮想場やってん、へー、この多分地面にいろんな人の魂が眠ってるってことだね、うん、韓国式の葬儀をここでやってたみたい、めっちゃ広い、異様に、しかも子供とかおらんのじゃん、見てないっすね、あこの村というか、なんかすごいな、人がいない町に来たみたい、クレヨンしんちゃんの映画みたい、はいはいはい、突如人が消えるみたいな、うん、大人帝国の野望や、懐かしい、それそれそれ、電線はあるんだけど街灯一個もないの、見てないっすね、真っ暗よな絶対、これ夜はね、誰も住んでないし、人は君とはこのこと、名残やな、韓国の、うまい、こと普段置いてすんの、バジャン族のとこみたい、うまい、フィリピンのさっきはあのトンブ地区みたいやつ先ほども話したように、いろんな理由で朝鮮に帰れなくなって下関に居座った組、 U ターン組の朝鮮人たちは生活をするための闇市やこういったバラック集住地をどん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 形成していきました。住んでるっすね、韓国料理作ってんねや今、うまそう、なんかでも懐かしい感じするな、こういう古さって生きてないやんこいつねアフリカや、アフリカ思い出すわ、俺らディープスポットばっかり行ってるからなんか海外行った気分になるなる、なんか、あ、うん、ここはあそこに似てる、似てるアフリカのここに似てる斜面になってるから結構無理やりもひしめき合って作ったっていう感じだから、うんうん、地盤とか合ってない気がするんだよな、うんうん、ここ刑務所やってる、全然見えへんな、見えへんな、言われてみれば刑務所っぽいな、うん、塀のこの感じが高いっすもんね、市民センターの感じじゃないな、逃げれそうやけど、逆っすよね絶対作りがこっちが中やったら高すぎて登られへんけど、うん、ってことは普通の市民センターやな名残ないな、ないっすね、墓ってすごいな、うん、この墓の中の一角には無縁墓も多いだし、身寄りのないというか弔う人が多いの、お参り来る人が多いのとかも多いだし、うん、ここトングルトンネは様々な事情によって当時の日本の権力では一歩も踏み込めなかったと言われています。そこで警察は朝鮮人の統制の方法として販売や遊郭を生業とする在日の親方たちを手下に使いました。親方はヤクザとも密接な関係であり、そのため下関を本拠地とする組が多かったみたいです。その組の幹部には在日コリアンが多くいました。っていうアパートの名前じゃないですか。昔そういうのあったでしょ。絶対人住んでないわ。これは住んでないですね。うわ危ないなこれ上。うん。
ちゃ駐車場みたいになってんな。うん、危ないよこれ。もう危ないな、こっち取って今マネするやつおるかもしれないから、模範になるなかった俺。持ち主がなくなったんかな、こういう状態なの。世界来たな今回、うん、確かに。しかも広いな、広い、いっぱいあるな、うん、こういうバラックが一斉におらんようになったぐらい人消えてるな。ちょうどやった東海や。十字架のてっぺんにカラス止まった。うまや、大日大観、これなんて読むの、き、き、きとく、きとく。おー、その地域の人たちが当時めちゃくちゃ劣悪な環境でさっきも言ったように生活してて、この教会にすごく奉仕してたらしくて、地域の人の心の拠り所となった教会らしい。なんか落ち着くな、うん、異様な静けさもあるけど、うん、火ちょっと暮れてきたもんね。綺麗、やっぱ高台やからちょっと綺麗な町に戻って下関グルメって行きますか。いいですね。キャベツっていう名残はもう全然ないな。ないっすね。ただそのバラックとかはもろに残ってんの、うん、その当時のまま誰もなんかその解体とかせえへんねん、うん、手つけれない状態っていう、うん、そのまま残ってるから、地震とかあったら隣の家とかやばいで、うん、風とかでも落ちてきそうなぐらい劣化はしてるから。そうっすよね、うん、平和ではなんか見れない光景で、かつ日本では見れないようなフィリピンのスラム街みたいな、うんうん、フリーマールに戻ってまいりました。はい、岡本っていう海鮮丼が美味しいところがあるんですよ、うん、旅ですから、はい、やっちゃいましょう。ギュッとこう集中したからさ、ピリピリするやん、ああいう場所って、うん、空気感が独特やから、うん、ちょっとこう跳ねの場所、ホテルも取ったから、はい、ホテル取った。マジっすか。今日生配信とかせなあかんね、いろいろ。そうですね、で、ズームミーティングとかあるから、うん、ちゃんとしたところやらなあかんから。同じ部屋やけどいい？全然もういい、寝るだけ。まあいいっすよ、次の土地も行かなあかんし。じゃあ岡本行っちゃいましょう。おい、僕はサーモン丼行くっすわ。サーモン丼お疲れーす。仕事はやっぱりうまいな。まだまだ、なうっすよ。やっぱ楽しんでやるって大事だな。最近ピークスポット巡りで勉強しすぎてて、うん、こうなってたゾーンが入って、うん、家終わる時なんか常に勉強してるから。ここでして、撮影終わったらもう詰まってて、全国津々浦々いろんなピークスポットが待ってるんで、情報ディープ版探偵ナイトスクールみたいになってるから、うん、情報はそのついでに全国のご当地を食べると。いいですね。そう、それ大事だな、うん、で、大阪おる時は引きこもって勉強して。マジで200万行きたいから、うん、悔しいね、うん、上がっていった同じ世代のやつがいっぱいおってん。ヒカル君とかもそうやし、うん、まあ、年齢は違えど、いろんな人がおったから、お母さんとか、うん、あの当時禁断とか、うん、その次ぐらいから多分レペゼンとかテンちゃんとか、うん、2年ぐらいやっぱ止まってたから、いろんな理由があってな、うん、それもまたちょっと報告したいんですけど、うん、すごいやっぱみんなジャーンって言う、純粋に悔しい、うん、ビンビンに情報貼ってんもんな。最近の大変身チャンネルっていうチャンネルの動画に出演させてもらって、はいはい、もともとジョブリーの視聴者やから、うん、影響受けてもらった旅とか、うん、その頃は連絡してくれて、うん、SNS 世代が、新人 SNS が流れてるみたいな世代、はい、だから何か情報ないから、後輩の方がやっぱ新しいこと知ってるから、うん、後輩ってやっぱ俺尊敬すべき存在だと思う、うん、まして、ジョブリーは見た目変えるだけでファン増えますよ、うん、だからちょっともうだから最近ちょっとセットしてシャレで見てるやろ、うん、服もなんかおしゃれにして、その頃にもう髪切ってもらって大変身して、それはまた動画上がるから分かってんのかな、見てほしいねんけど、全部もう努力しようと思う、うん、どんどんみたいな、かついろんな歴史を通していろんな人のなんか思いに寄り添って、それをメッセージとして発信したいな、うん、差別とかなくなる世の中にあったらいいと思うし、もっと人を幸せにするっていう動画を作りをしていきたい。それ当時は命を救えると思ってるから、うん、人の人生を幸せにできると思うし、この動画を通して、うん、だからすごいフラットな目線で、量子が出てたらこっちは偏ってない、こっちは偏ってない、俺なりにフラットにしていくつもりで、うん、動画自体ではいただきます。すごいね、うまそう、やばい、ここにボリューム。ディープスポット代わりの海鮮丼バリューム振り幅で、あめっちゃくちゃうまく感じる。だってフィリピンのスラム街に行った時、これゴミ食べてたから。そうっすね、ゴミで作って炒めたやつをご飯にのけて食ってたやつで、映像見せようか、うん、これは何ですか。ジョリディのチキン、中全然まだ白いけど大丈夫かな。いただきます。はい、グーグー。普通の鶏肉焼いてるから分からん、落ちたもんやとは思われん。おお、これ食うてたから。ごちそうさまです。小倉焼き、はい、焼
こっから、あ、ここら辺分かって、こっから十何分やから、はい、電車で。最近サウナ流行ってハマってるやん。はい、そうですね。あ、サウナついてるんですか。あー、それはいい、めっちゃいい。絶対サウナの場所よ、いかん、言わんけど、ほら、ようサウナ行くねん、うん、普通の銭湯とかスーパー銭湯もサウナ流行りすぎて、うん、若者めっちゃおんねん、うん、めっちゃ声かけられる。嫌やねん、無防備やし。マジでじいちゃんしかおらんようなとこ俺ら二人で行ってる。この席から、まあ、10分15分ぐらい電車で、うん、今回の宿泊地、はい、うん、リーガロイヤルホテル。これっすか、マジっすか。安かっすよ、一泊一万かからんぐらい、二人で。ただやで、今から俺らもあのやること満載やけど、ね、確かにね。 YouTube ショート動画やろ、うん、今日の動画もまとめなさやろ、うん、俺はそこに対して音声つけながらやろ、9時から YouTube の生配信やろ、明後日ジョーズクラブのファンクラブの飲み会やから、うん、それの告知もやらなあかんと、うん、追われてます。確かにやることはいっぱいあるな。明日一日は多分作業に使うやろな、うん、頑張ろう、やりましょう。あ、部屋の中は普通ですね。おお、綺麗。何してんの俺ら2人。明日から博多ジョズクラブの、うん、皆さんよかったらジョズクラブ入ってください。僕の普段の日記が見れます。生配信が見れます。交流会が全国で行われてます。そのついでに僕らは撮影に行ったりします。よし、1回だけちょっとダイブして。1回だけですよ、うん、1回だけな、1回だけボーン。始まってんのかなこれ。多分始まる。これ通知行くんかな。お疲れ様でーす、うん、あー楽しかったな。面白かった。単純に地元の友達とだべってる感じやった。チャンネル登録1万人増えていくごとに生配信やっていこうかな。自分の素みたいなところってやっぱ編集して見せれるところと、うん、そうじゃないところってあると思うから素を見したいから、今までいろんなディープスポット日本で最近急ぎながらもパパって詰め込んで朝鮮の部落とか行ってたんで、実を言うと理由がありまして、それ次の動画で公開したいと思います。自分のルーツとか思いっていうのを暴露したいと思います。次の動画でそのためにいろいろ勉強の意味で全国を回ってました。次回こうご期待。今日も見てくれてありがとうな。はい、今回は博多のジョーズクラブで飲み会をしております。交流会、全国でジョーズクラブの交流会なので、皆さんよかったらジョーズクラブ入会よろしくお願いします。じゃあチャンネル登録200万人マジで目指してみて、ほんまよろしくな。はい、皆さん乾杯しましょう。はい、乾杯。